せえもんね。お前知っとった飯じゃねえぞ。飯はもう怒った。じゃあ回りました。こんにちは、そうチャンネルです。こんにちは、そう太郎です。ジュッタです。このトレーニングずっとしてくれてるジュッタ君。はい、パーソナルトレーナーのジュッタです。今日ね、万平君にドッキリをぶちかまそうと思ってます。やっちゃいましょうね。ジュッタ君とペッペと4人でご飯食べようよ、誘って。ご飯に行くつもりで来た万平君がドアを開けたら、レストランではなく、ジュッタ君のジムっていうドッキリを。最近運動不足なんで、働き詰めで、そうね、親友として心配なんで。心配やね、もういい年なんで ね、ちゃんとしっかりと運動してした後にクタクタの体で最高にうまい飯を食うっていうね。もうハードに追い込みます。ハードに。ジュッタ君のトレーニングマジでハードなんで。マジでハードなんで。マンペは特にハードですよね。いや、ほんとお願いします。いいよね、マジさん、気づいてると思う。電話宗太郎さんが誘ったじゃないですか、ご飯行こうって言った時に、うんうん、すっげー怪しんでましたよ。でもさすがにトレーニングとは思わないんじゃないの。いや、しかもジュッタさんと宗太郎さんと2人と一緒に行こうってないもんね。宗太郎さんから誘うことがやっぱり違和感感じてましたよ。僕ってあんまり自分からご飯行こうって言わないんですよ、うん、だからその時点でちょっと怪しいんだけど、結構勘ぐってるとは思いますね。さっきも電話かかってきて、今日何食べんの探り入れてんね。どうしようと思って、ジュジュッタが予約してくれてるんですよ。いや、もうそれもおかしいから、俺基本予約しないもんね。そうそうちょっとね、最後もアンテナビンビンできますよ。そうそう、疑ってきますよ、もうがっつりでハードですね。お願いします。任せください。お願いします。今日はマンペ君の叫び声を聞きたいと思います。楽しみしてください。お願いします。はーい、ジュッタ君スタンバイ OK です。あ、いよいよですね。いよいよですね。はい。ねえ、マンペ、どんな反応だと、怒ると思う。俺すっげえ怒ると思う。いや怒りは、最近筋トレにもハマってるんで、マンペ君自身が逆にこうノリノリの可能性もあるんじゃないですか。そうだね、あいつに嘘をついたことを怒る気がする。すっごく、まあすでに怪しんでるんで。怪しんでる。はい。怖い。そろそろ待ち合わせ時間なんで迎えに行かないとですね。お願いします。で、僕は怪しまれないように、はい、ちょっとなんかマイペースにこっちの方で買い物してる程度です。了解です。じゃあ、はい、とりあえずマンペ君ピックしてきます。お願いします、はい、じゃあ行ってきます。よろしくお願いします。ホイッスレコーダーだけお願いします。はい、終わりました。行きます。すいません、遅くなりました。どこ行ってた。あれっす、打ち合わせ下北の方であって。あ、まだ撮影終わってないの。あれっす、今週末です。今週末か。宗太郎さんって今度 LINE しても帰ってこないんだよ。マジっすか。抜ける可能性とかあるんじゃないですか。それはないかもしれない。どこ行けばいいの。渋谷っすよね、場所は。渋谷で食べるんですか。渋谷2チャンネルのね、変なお店なんだって、はい、あ、そうなんですか。ジュッタさんもいるんすよね。ジュッタも。ジュッタは多分お店取ったもん。へぇ、てっぺいくんがまんぺいくんと合流したみたいです。で、こっちに向かってきてくれるそうです。なんか厚着しすぎじゃない。マフラーなんかもう撮影してマフラー巻いてる。マフラー巻いてました。本当だ。遅刻か。いや、前だよ。うちは守ってる。何？何の撮影？まさか嘘？ジュッタ。Vlog 撮ろう。え、嘘なの？ジュッタ。今日も撮影する。あ、ジュッタね、もう行ってるって。え、今日撮影なの？はい。撮影なの？ Vlog 撮るんだよ。誰が見たい？俺が自分で見るんだよ。そうチャンネルでーす。全然やっぱこう急にカメラ向けられるとなんか、はい、急にカメラ向けられるとやっぱりちょっと、まあ、何話したらいいんだろう、ちょっと話さなきゃいけない。渋谷です。渋谷人多いね。多いですね。
マジで急によそ行きなことをそんなこと思ってもないのに。いやいや多いよ。あとじゃあカメラ変わります。はい、ソーチャンネル、ソーチャンネルです。どうも、今日はご飯を食べます。渋谷でランチとかもまあないよね。はい、もう若い時ぶりだよ。若い時ぶりですよ。キュッカ君がね、もう押さえてくれてるみたいな。めっちゃ気じゃない。どこだろう、場所知らないの。さっき地図見たんだけど、なんかちょっとだけさ、うん、なんかお店ってなんか怖くない？ジュピターが珍しいよ。別に初めてじゃない。なんか渋谷の街並みで撮影っていうのもいいです ね、 ね、なかなかなくて。いやいいよ、ね、いいよ。やっぱ外で Vlog っていいよね。何その顔。おしゃれな人が多いね。そうだよね。さっきでもおしゃれな人が多いって言いながら、宗太郎さんの服装を見て、なんでマフラー巻いてんのって。なんなん春なのに。なんかいいっすね。でもこういう Vlog だから、コーデ、普段のコーデとかいつもつなぎとかじゃないですか。そうだよね、はい、だからこういうのも新鮮な。あーこれなんかいいやつ。ナンガ、あーいいですね。ナンガコラボ、ナンガいいよな。あ、本当だね。前買ったんですよ。ちょっとね、お買い物行って。そう俺がこういうテック系のアウター欲しいって言ったの、そうちゃん買ったもんね。そうなぜかね。ついていった僕が買うと。即決した。こっち。何食べたい？いや、決まってるんでしょ。何だと嬉しい？いや、もうなんかカレーとかなのかな。結構腹減りましたね。あ、見て、ウェディングドレスの方が。絶対に映すなよ。今日なんかさ、大学のあれもあるよね、卒業式。あ、そうなんだ。さっきからね、結構袴の人とか、袴の人が。あ、ほんと、うん、全部カットされてんだろう。ここ、え、すげえ。今何で入院するんで、地下2階かな。何、今日何、地下室。はい、何、地下にあるんだって。何屋さん。いや、何屋さんかは聞いてないねえ、何、絶対飯やんねえだろ。こっちだと思う。え、絶対どう、あ、ここジムじゃん。はい、何、ちょっとどういうことこれ。出た、飯じゃねえぞこれ。ねえ、ようこそ。ねえ、早く入って、早く。ねえねえ、分かったんだけどさ、早く入って。え、知ってたの。早く入って。ようこそ。何これ、早く入って。お前知っとったん。ここしときちゃうから、早く入って。飯はこんな時に立てる。マジでここにいる、足ついで。何これ、どういうこと。早く入って。飯は早く入って。ねえ、じゃあ本当に飯食いたい。お前知ってたの。マジか、俺。何、てっけれー。もういいって、マジで。何、ようこそ。いや、ようこそじゃないのよ。何、もう怒った。最近運動不足の親友にめちゃくちゃ運動をさせてうまい飯を食わせてみよう。もういいよ、ガチ。やっぱりだったら一番美味しいご飯ってすっごい運動した後だと思うんだけど。危ない、怖い。なんなの、マジ。出来粘着ですか。やるの。じゃあね、ちょっとこれ。マジ、お前知ってたの。持ってきたんで着替えていただいて。ごめんなさい、ちょっとブルーがなくて赤になっちゃうんですけど。マジで10点やるの。やるよ。ねえ。もう飯食おうよ。あ、まあ、大丈夫です、飯は食いに行くんで。マジで言ってんの。美味しいご飯を食べるためにね。そう、ごめんね、赤で。いや、マジ、まあ、マスク外しましょうよ、もう解禁になりましたし。そうね、マジ。ここ扉閉めます、ね、マジ。ねえ、飯食おうよ。着替えて。足のサイズ何。うるせえ、この野郎。あそこ、こいつさ、絶対飯屋じゃないと思ったの。しかもさ、
先に飯屋に行ってるから。いや、ジュッタが店を抑えたとか言ってた。僕これマフラー下にこれ着てるの隠してたんです。だからねえ。着替えて。なんか着替えします。うん。早く着替えて。パーソナルトレーナーのジュッタくんでーす。イエーイ。で、ねえ。飯食おうよ。大丈夫。普通に腹減ったんだけど。だからすっげえ頑張った後の飯絶対うまいから。なんでいちいち俺にドッキリするの。さあ、てってお待ちしております。選ばせてあげます。イージー、ノーマル、ハード。ハードで。なんで。はい、行きましょう。ハードで。無理かも。きつい。ねえ、帰りたい。やれや。もう痛いよ。5秒前。痛い。こんな走れない。